いえ。心当たりないです？どっちの姿が本当の彼女なんだろう。一体何を。実は先輩の家を調べさせてもらいました。なんだって。一体いつの間に。いや、それよりどうやって中に。それについてはこちらのお二人に協力してもらっちまったんですな。これが。え？なんでっていうかクルス、何やってるんだよ。安静にしてないと。はい、ストップ。そんなこと今はいいんですって。それより先輩の家を捜索してヤバい秘密を突き止めちゃいましてね。は？ヤバい秘密って。一体。あれ？わかりません？あなた、大変なものを集める趣味がおありのようで。言いたいことがあるなら、はっきり言ったらどうですか？これですよ、これ。なあ、そんなバカな。どうしてこれを。ようやく事態を把握しましたか。宮代先輩、その雑誌名を言ってみてください。言いなさい。クールキャットプレス。なぜこれを。宮代先輩の人となりを調査するためです。クールキャットプレスは関係ないだろ。あります。大ありですよ。宮代先輩の性癖を把握する上で重要な証拠です。僕の性癖を知ってどうするつもりだ。いや、誤解しないでほしいんですけど、クールキャットプレスを買っているのは性的な欲求のためじゃなくてですね、むしろサブカル関連の情報を得るためといいますか。言い訳は見苦しいですよ。本当だって。なあ、尾上、クルス、信じてくれるよな。そんな、どうして。自分の行いについて冷静に思い返してみたらどうです。宮代先輩は証拠を残しているんですよ。クールキャットプレスを性的欲求のために買っているんだっていう証拠を。証拠。理解しました？いや、その。先輩って几帳面ですよね。あ、そうだ。ちょっと付箋の貼ってあるページに何が書いてあるか読み上げてみましょうか。尾上さんとクルス先輩にも協力してもらって。はあ？なんでそんな。面白そうだからに決まってるじゃないですか。
新しいキッス感覚の旅に出る。はは、キッスに興味が終わりですか。次。2回目のデートでお持ち帰り必勝法。そもそも1回目のデートすらしたことないだろ、みたいなツッコミ欲しいですか。驚異のこたつマジックで女の子は好きだらけ。こたつで落とせ。こたつ？はい、じゃあ次は尾上さん。読んで。女の子の感じるツボ大図解。ツボ？指圧師でも目指すつもりですか？夢があっていいですね。はっ、はい、次。海を見に行こうよ、と誘えば女の子はついてくる。海っすか。ついてかないですよ。はい、じゃあ次はクルス先輩。学校内恋愛の落とし穴、別れた後に気をつけろ。付き合う前から別れた後の心配っすか。まず女子と付き合えるかどうかを心配しましょうよ。もう許して。じゃ、そろそろ最後。振られた時に聞きたいバラードトップ10。振られた時って最初から負け戦想定してるんですか？それとも振られて落ち込んでる俺かっこいいみたいな中二な妄想ですか？恥ずかしい。もうやめてくれー！